昭和天皇が大分県の由布岳を訪れられた時のこと。車を降りられ景色を望まれた昭和天皇が指を指しこう尋ねた。あの山は何という山なのかね。しかし案内役の町長は何も答えられなかった。実は事前に宮内庁職員からこんな説明を受けていたのだ。陛下がご質問をされるが、決して丘はご覧にならないようにしてください。そのため陛下の足元を見ていた町長は陛下がどこを指さしているのか全くわからなかったのだ。しかし陛下のご質問に何も答えないわけにはいかない。少しの沈黙の後で町長はこう答えたという。あれはただの山でございます。答えた後で町長がこわごわ目を開けてみると、そこにはプルプルと震えておられる陛下のお手が見えたという。町長はきっと陛下がお怒りになっているのだと思い、そっと目を閉じて時が過ぎるのを待った。後日町長は陛下に対する無礼を謝罪するため宮内庁を訪れる。しかし侍従の話は思いもよらないものだった。陛下は怒っておられたのではなく、必死に笑いをこらえておいでだったのです。帝王学を学ばれた陛下はいついかなる時も冷静である必要があり、人前で声を上げて笑うことはできなかったのだ。月日は流れ、今度は当時皇太子だった上皇陛下が由布岳にお見えになった。皇太子殿下は車を降りられ町長に質問する。ただの山とはどの山のことですか。皇太子殿下のご質問に町長はうろたえた。なぜただの山といったことをご存知であるのか。実は皇太子殿下が大分へ行かれると聞いた昭和天皇がこんな話をされたのだ。由布岳にはただの山という山があるから町長に聞いてみるとよい。昭和天皇は当時の町長の陳回答を大いに気に入られ、皇太子殿下にお話しされていたのだった。